どうもゴーです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、ちょっといつもと違うでしょ。ちょっとじゃないですね、だいぶ違いますね。車の中からねお送りさせていただきます。なんで車の中からお話しさせていただいているかと言いますと、こんなものを買いました。非金属タイヤチェーンです。呼んで字のごとくタイヤのチェーンです。ただ非金属なんで、あのジャラジャラジャラっていうねチェーンではなくて、樹脂でできた簡単な簡易的なチェーンとなってます。私が住んでる町ではですね、雪が積もることもないですし、凍結することも稀なんですよ。で、雪山にね行く機会とかもなかったんで、私が免許取ってから何十年とチェーンをね購入したりつけたりする機会が全くありませんでした。じゃあなんで買ったんかと言いますと、今年はねキャンプの他にも車中泊とかにもチャレンジしたいなと思ってまして、いざという時のために積んどこうかなと思って購入しました。それではね、早速中身の方を見ながら簡単に説明させていただきます。はい、それではね中身開けていきます。全然ね片手で持てる大きさなんで出していきましょう。全部チェーンが6枚で、あとは軍手と簡単なね説明書が入ってました。でこのね紐を引っ張るジグかな。でこの締め上げる金具、これなくしたら大変なんでね、なんかテープかなんかで巻いといた方がいいと思います。先ほども言いました通り非金属のチェーンとなってまして、こういう柔らかい樹脂でできてます。でここでタイヤを巻いて締め上げていくような感じですね。ここ通してね。でここにねスパイクが 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個、1個につき9個ついてます。これのいいところはベルトでね締めるんで、タイヤのね大きさが結構自由が利くんで、これやっていけるやろと思って買ってみました。先ほども言ったんですけれども、私の住んでるところではほとんどね使うことがないと思うんですよ。なので購入のポイントは価格、取り付けやすさ、あと収納のしやすさで選んでみました。今回ね Amazon で購入して価格の方なんですが4599円で買いました、はい、あとね色は黒とねこのオレンジというかイエローというかね、これがあったんですが、暗いとこでね作業する時もしやすいようにこの目立つ方の色にしました。それではねつけてみましょう。それではねこっちからつけていきます。ここの間通さなあかんから、この鉄のホイールだとね使えないんでご注意ください。じゃあ早速つけていきます。紐の方を奥に入れて、でこっちも同様に紐をテローンと引っ張り出してくると、テローンってなってるやつをここ入れて、でここにも入れます。これにね入れると、でギュッとする。このね金具はホイールには当たらないんで安心してください。じゃあ最後まで入れたらね、こうですね、こうやってここ通して、ここで止めてカリカリっとやる。先生こいつでね折りたたんだ状態で、ここにはまるんで、巻いていく。どうこれ、ほら、ほんなら残りの紐が一緒に入っていくから、このまま巻いていきます。はい、できます。ここからで、こっちも同様に、の中にこんなことしたくないね。できたら使わないのがいいですけどね。ついたんちゃう。たら同様に
あと2つつけていきます。ここか。下からじゃなくて上から下にやるのが正解ですね。はい、というような感じで3箇所つけました。だいたい時間にしたら15分ぐらいなんですけど、これがね巻き込むのがめちゃくちゃめんどくさいんで、なんか垂らしてたけど危ないもんね。じゃあね、こっちはもうピローンってそのままの感じでやりましょう。これをここ通すやないですか。ここでギュンとやっとく。まあ当然そうしたらね垂れるんですよ、線がね、線というか紐が。それを収まりがどないかできればこれで、ブレーキのところに紐が当たるのはあんまりよろしくないですよね。そう考えるとあかんのか。これ以上タイヤ径が小さいやつやと紐を切ったりせなあかんのちゃうかな。ここのねロープを切って短くするっていうのもありですね。そう考えると、完了。ちょっとバランス悪いかな。こっちの方が良かったかな。こっちやったかな。音がねどんなもんなんかちょっと聞いてみてください。まあ今回ねアスファルトなんで、まあ、あのデコボコ感がねものすごく感じれますが、雪とかやったら大丈夫なのかな。一応使える最高速度っていうのは、40キロまでとなってます。じゃないとねここら辺とかピンピンになってるんで切れちゃうんじゃないかな、あんまり速い速度で走るとね。まあ、あのこのスパイクはいい感じですね。それじゃね取り外していきましょう。取り外しは至って簡単で、なんかすっごい黄色になってる手袋。ここのここわかる？ここにねちょうどこのこれがここがねここに引っかかるところがあるんです。これを上にグッて上げる。今度これが緩んでくるんで、くる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 とこんな感じで外れました。もう一回やってみましょうか。ここの出っ張りをこいつここ入れてパチンと、でこう以上。またこれがスルーいう感じです。全部やってみますね。はいはいはい、現場からは以上です。はい、というわけでですね、取り付け取り外しして、そしてもう一回ねこちら収納袋の方に直してみました。どうですか、1回つけても全然綺麗に入ってるんで、常時積んどくにはねいいんじゃないかと思います。あの取り付け取り外しをねいっぺんにやることはないと思いますんで、もう少しね早くできると思います。後半ね疲れてくるんで、ね、どうしてもね。それとさっきね、説明しました通り、まあ一応簡易的なものとして認識してるんで、めちゃくちゃ雪が積もってたり完全にね道路凍結してる時には注意しながら、走っていただくか、もっとねあのがっつりとしたものを使っていただく方がいいかなとは思います。私の使い方ではこれでねもう十分なので、しばらくこれをね
車に積んで、できれば使わずに済みたいんですが、もし使う機会があればまた皆さんにシェアできればなと思ってます。はい、というわけで簡単でしたが、本日はタイヤチェーン、非金属タイヤチェーンのご紹介でした。この動画役に立ちそうだったらグッドボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。535ムービー GO でした。グッバーイ。よいしょ。